やっと出てきよった。探しとったんで。気流マス添えか。昨夜の借りを返すどころ。じゃが我何者なんじゃ。こん町に何しに来たんじゃ。俺が用があんのはあんたじゃねえ。陽明連合会本家の若頭ってのが出張ってきてるはずだ。道を開けろ。周りの状況がよう見えとらんようじゃの。踊れはここまでじゃ。最後に生かすか殺すかは踊れの態度を見てわしが決めちゃる。その言葉そっくり返してやる。死にたくねえやつは道を開けろ。今ならまだ許してやってもいい。キザなおっさんじゃの。大口叩き寄ってからに後で恥かくだけじゃ。時間切れだ。松戸組の看板上げとるじゃ。余命連合会の直系じゃ。わしをやったら広島中の国土を敵に回せっちゅうこっちゃ。おえやるの松戸へ。余命連合会が踊れなんぞのために動くか。そこまでの気量か。バカだれ。桐生っちゅうのはあんたじゃの。
あんたは陽明連合会本家若頭腰水組組長の腰水ってもんじゃ。要は広島のナンバー2ってことでいいのか。これ桐生さんがやったんか。全部たった一人で。マジか。あんたは自分じゃ正体を隠しとるつもりらしいがの、わしにはあんたの背中の竜が透けて見えますわの。踊れも桐生さんの正体は知っとったの、南雲。何？この辺りは広島でも偏僻な町じゃ。造船以外はわしらのしのぎにならん。じゃけどあんたがおるんじゃったらこの町もちいとは面白うなるの。どういう意味です？その男が何じゃ言うなら。広瀬一家の始末はもうついとるんで、今挨拶だけさせてもらいますわ。桐生一馬さん。いや腰水の頭は何を言うとるんかの。兄貴の正体って松永。桐生さん、なんで来よったんですか。わしはモレノから出ように言うたはずじゃ。それをあんた勝手なことしよって、これで全部丸く済んだ思うてるんですか。あんたは本家の頭に目つけられたんじゃ。もう何が起きてもおかしゅないんで、わしの指で済ますときゃよかったんじゃ。あんたは何も分かっとらん。松永。あ、全部承知の上だ。このバカたるや。踊れ。桐生の兄貴に噛みついとる暇があったら頭下げんか。兄貴のおかげで指詰めんで済んだんじゃろうが。あ、松永の兄貴指詰めんで済んだんすか。よう、それで勘弁してもらいましたね。あ、でも顔ひでっすよ。どんだけ殴られたんすか。ちくしょう、これが本家からの制裁ちゅうわけですか。バカたれ、松永の顔はわしが殴ったんじゃ。え、はが、頭が。何ですかね、そりゃ。腰水の手前、こうでもせんと指だなんだと言うじゃろうが。そうなる前に松永のためを思って殴ったんじゃ。のう、松永。まあ、いや、安心してください、桐生の兄貴。松永は見た目ほど痛くないように殴りましたけ。なんじゃと、こな。よう言うわ。何も加減しとらんじゃろうが。何発も何発も。うん、ビタレが。なんじゃ、その態度は。この恩知らずが。こな。お、おやさん？え？ここにおったんですか？もういたよ、ずっと。喧嘩を積んだんだろ？え、ええ。